地元で大歓迎を受けました。パリオリンピック体操女子団体で8位入賞を果たした三重県津市出身の岡村真奈選手。今日、職員が出迎える中、津市役所を訪れ、前場康之市長に8位入賞の結果を報告しました。課題もたくさん見つかった試合ではありました。ロスに向けて、力強い体操をしていけるように頑張りたいと思います。岡村選手は、4年後のロサンゼルスオリンピックを見据え、今後に向けた意気込みを語りました。